皆様、こんにちは。第52回建築学会チャンネルを始めたいと思います。よろしくお願いします。私は前回出演しました丸高工業の社長の高木でございます。本日ご紹介するのはですね、建設業でも本当に非常に素晴らしい経営されている越野建設の越野社長をご紹介したいと思います。越野建設様はですね、もう創業110年を超える会社でいらっしゃいまして、まあ、新生なんですけども、新しいコンセプトを作ってですね、事業をですね、安定経営の事業を展開されているということで、ぜひお話を聞きたいなと思うことで、出演をお願いしました。では、越野社長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました、東京都北区にございます、越野建設株式会社の代表取締役、越野光弘でございます。今日は、丸高工業の高木社長から呼び出しをいただきまして、このような席に 座っておりますけれども、高木社長のリードによりまして、いろいろとお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず社長のところは非常に社歴が長い会社で、明治時代の創業ですよね。その辺のそうですね。はい。まあ、あくまでも創業ということなんですけれども、明治45年ということでですね、まあ、大正元年としてなんですけれども、今年で111年。すごいですよね。社長、何目でいらっしゃるんですか？創業者から数えますと、私は4代目、ということになります。で、まあ、創業の、まあ、地域の、地主さんの経営される会社だったようですけれども、そこに私の祖父が入りまして、お引き立てをいただいて、その後、まあ、会社を継承する形になり、私の父並びに父の兄弟、そして私ということで、今、ご紹介いただいたような年数を消化してきていると、こういうところでございます。私も3代目なんですけど、社長はですか、もともともう継がれるってことを前提に、ずっとやられてこられたんですか？そうですね。僕は小学校の、あれは3年生だったかな。私のその祖父が亡くなりましてですね。なんか大きなお葬式で、そこに職人の親方だとか、まあ、昭和40年代ですから、明治生まれの人ばっかりで、そういう人たちが集まってきて、ボーンが4代目かとか何代目かとか言われてたりとかですね、そんなこと言われてるうちにだんだんその気になって、なんか私はそこしかないのかなみたいな、そんな感じだったですね。なんか宿命みたいなもんですね、もうね。はい。まあ、というか、まあ、そこに甘えて勉強しなかったんで、やっぱりそうなっちゃったって感じですけど。はい。やっぱりでも、私も3代目ですけど、事業のこの変わり目、節目、節目ってありますよね。はい。で、やっぱり今で結構それ何回も乗り越えられたと思うんですけども。そうですね。今100年以上の歴史の話に触れていただきましたけれども、まあ、そもそも、私どもの前身である旗の組という会社が東京都北区にできた、まあ、当時は北区という名前まだなかったですけれども、それは、この地に、渋沢栄一さんが、王子製紙を持ってきて、で、そこで、一大工業地帯になっていくと。まあ、そういうプロセスの中で、いわゆる土盛りの工事から始まり、機械基礎の工事、そういったものを手掛ける必要が出てきたと、まあ、そこに地域の建設業者っていうものができた、まあ、そのうちの一つが私のだけですね。ですから、まあ、戦前はそういう、大きな工場ですとか、軍隊の施設なんかありましたから、そういうところにも多少出入りさせていただいたりとか、まあ、その中で鉄筋コンクリートっていう技術をわりかし、小さな地場の企業としては、早くですね、身につけることができたというのが一つの発展の途上でした。で、それが、太平洋戦争で、まあ、すべて瓦解に帰す中でもって、まあ、今度は戦後の復興需要というものがお客様になりましたし、まあ、その後、長くお世話になってきたお得意先、今でも続く、100年続くお得意先がございますけれども、まあ、そういう先の設備投資の仕事、それから、地方自治体、東京都、北区の仕事、まあ、そういったものがこう景気の変動に伴って、交互にやってきたと。
まあ、こういうことですね。で、それが、まあ、私の代になって平成バブルの崩壊とともに、全体にみんななくなってきちゃったという中で、まあ、非常に我々としても、まあ、何度目かのピンチが訪れたという感じだったですね。やっぱりいろんなこう波があって乗り越えてきてるらっしゃるわけですよね。そうですね。まあ、その時はもう一生懸命やってるだけなんで、あまりそう思わないところもあるんですけれども、振り返ってみると結構大きな波もこう乗り越えてきたかなという気もしますね。私今回ですね、社長のご事業の内容で、単に図面をいただいて、それで入札してるだけじゃない事業をしてらっしゃいますよね。音楽マンションって私もこれ初めて聞いたんですけども、ここではもうシェアナンバーワンとか言ってとか、まあ創始者というかですね、生み出された方ということで、もう音楽マンションというのはどういうコンセプトなので、どういうふうに事業を展開されてるのかって、ちょっとぜひ教えていただきたいなと思って、またこの番組聞いてらっしゃる方も、新しい切り口の事業をされてると思って、非常に興味を持たれるんじゃないかと思いまして、ね、ぜひその辺をお話しいただきますので、はい。ありがとうございます。まあ、私ども、今ご紹介いただきましたけれども、まあ、音楽マンションという非常に、ある意味エッジの効いた、ネーミングをしているわけですけれども、内容は防音性、遮音性に優れた、賃貸マンションということでございます。じゃあ音楽マンションのちょっと解説については、画面をちょっと切り替えて見ていただけたら。はい、お願いします。あ、映っております。あ、映りましたか。はい。じゃあ音楽マンションの解説の方にじゃあ進めあ、て。ぜひお願いします。あ、今ちょっとこの辺、先ほど触れて。で、音楽マンション、先ほど言いましたように、登録商標を取らせていただいたネーミングでございます。で、自宅で楽器演奏が満喫できるコンセプト型賃貸マンションということでございまして、先ほど高木社長にも触れていただきましたように、こういった楽器対応に、特化した賃貸ブランドとしては、国内シェア一応ナンバーワンということでございまして、現在、稼働中のものが52と、設計工事中のもの、それからお話をいただいているものを含めますと、56と、今60棟近くまで、来ております。大体平均しますと、まあ、大きいものから小さいものまでいろいろございますが、20戸ちょっとぐらいになりますので、1100戸を超えるぐらいが稼働しているという状況でございます。で、物件例は、東京都内23区、そして、もちろん都か、首都圏の各県というところに連なっておりまして、非常に、広範囲で、建物を建てさせていただいているという状況でございます。これちょうど始められたのはいつ頃なんでしょうか。そうですね、今から、着工ベースで12年ぐらい前でしょうか。もともとのきっかけっていうのはどういうことがきっかけでこの発想されたんですか。そうですね、一番最初はですね、まあ、ごく、普通のマンション、我々もやってたんですけれども、あるお客様から、自分の知り合いに音楽家が結構いるんだけれども、何か彼らがこう演奏する場所がないって言ってると、練習できる場所がないって言ってると、で、ついてはぜひ、そういったマンション作ってもらえないだろうか、まあ、こういうご要望がありまして、私ども先ほどちょっとご紹介したように、その観光庁の工事等もやってきて、そういう中で、防音性、遮音性に優れた設備というものを手掛けてまいりましたので、そういった技術を応用する形で、お客様の要望にお応えしていったというのが、まあ、最初のきっかけでございます。音楽って言っても結構幅広いと思うんですけども、かなりの範囲の音楽が大丈夫だっていうこと、例えばピアノはダメだったかっていう建物なんか結構多いと思うんですけど。そうですね。まあ、世の中にはですね、楽器演奏家っていう
可能性の可ですね。っていうマンションはたくさんあるんですね。まあ、つまりやってもいいよっていう。ところが、じゃあそのやってもいいよっていうマンションが、防音性、遮音性をしっかりと担保されてるかっていうと、決してそんなことはなくて、なんとなく、やっちゃったらお隣から、非常にクレームが来たとか、まあ、そういう、アパートマンションが結構あるんですけれども、まあ、私どもとしては、やっぱりその辺はしっかりと考えなきゃいけない。一方で、音というのは非常に難しくて、まあ、いろいろ楽器によってもいろんな伝わり方をしていきますので、何でも大丈夫ですよっていうふうに本当に言ってしまうとですね、これはスタジオを作らなきゃいけないような形になって、コストが非常に高くなってしまう。まあ、そういうことで、我々としては、一番楽器を手掛ける方が多い、つまり、どの楽器をやるかっていう、その人数の多いところにですね、ターゲットを絞る形でやってます。で、すなわち、ピアノ、それからバイオリン等の弦楽器、それから、管楽器の中でも、比較的小さなもの。そういうものですと、もうそれだけでもって、楽器を手掛けられる方の、9割以上が網羅されるんですね。ですから、やっぱりそれであれば、収益を上げようというお客様のご要望にも十分に応えていけるというところで、そういう音が、最高に出したときに90デシベルっていうぐらいの音になるんですけれども、それを30デシベルぐらいに落とす。90デシベルっていうのは、工事をやってる時の騒音みたいな。高木さん、内装いろいろ、お手上げになって静かにってことをやられてますけれども、全く同じような発想で、生でやったら、ものすごい大きな音が出てしまうのを、どこまで抑えられるかっていう発想で、設計してると、まあ、そういうマンションになります。もう普通だとこうやっぱり音楽の知識がないとなかなかですね、こう取り付きにくいっていうかですね、なんか音楽の専門家みたいな方が社内にいらっしゃるですか？そうですね。まず一つは、その音っていうものについて研究をしなきゃいけないということもありますんで、まあ、これは独自に、まあ、いろんな本もありますし、まあ、そこで社員が勉強する、設計者が勉強するということは言うまでもないことなんですけれども、まあ、大学の先生からのアドバイスをいただいたりとか、それから国際聴音協会という協会があるんですけれども、そういうものにも加盟して、まあ、日々いろんなことでですね、研究をしているということがございます。で、それとやはり、そういう、アカデミックなことと同時に、実際にその部屋の中でどう音楽を楽しむかということも非常に大事なところですので、まあ、それについては、実は私どものスタッフには音楽大学を出て、自身も演奏家として学生時代活躍してきた、まあ、そういう人たちが、おりますので、そういう人たちもそういう商品を作っていく段階、それから営業でお客様にアドバイスする段階に参加していただいて、しっかりしたものを作っていくと、まあ、そういう体制をやっております。やっぱり専門家との間のこう橋渡しになるわけですね。そうですね、やはりそのどうやってその理論的なものを、快適で住まいやすい、マンションの建築に落とし込んでいくかっていうのは、これはもう私どもの技術力ということになると思いますので、まあ、そこを磨いていくということを一生懸命やっぱり専門家に対してこう、やっぱり専門知識がないものが言うってのは結構厳しいですよね。そうですね、専門知識がない方がその通訳になってくると非常に楽な部分があるんじゃないかなと思う。まあ、これはもう、まあ、建設業の、まあ、ある意味、そのゼネコンであったり、仕事の大事な要素だと思いますけれども、やっぱりお客様と、それからそのあるべきものとの間に立って、しっかりと通訳をしながら、お客様の要望を最大限実現していく、ということは、これはもう変わりがないので、まあ、これは実は百何年やってきた、ものも活かしながら、この音楽マンションに取り組んでいるということですから、遠藤裕太さんはその音楽家、そこを使いたい人たちなんでしょうけども、実際に発注されるのはこのオーナーさんですよね、建物の。もう2つのニーズを満足させなきゃいけないってことなんですね。そうですね。
おっしゃる通りでして、やはり、ご発注される方っていうのは、ご自身の夢とか、ご自身の今まで培ってきた建築に対する知識とかってあるんですけれども、そのことが必ずしもその入居者の方と一致するとは限らないので、我々としてはやっぱり両方をしっかり見ながら、両方に、もうこれは欲張りですけれども、両方にいいものを作っていくと、そういう感覚でやっております。それだけやっぱり音楽を弾けるマンションを使いたいという方のニーズが多いってことですよね。そうなんですね。私どもさ、先ほど申し上げたように、一番最初、お客様からのご要望で、お客様のご要望にお応えする形で作ったわけなんですけれども、そこでの入居状況を見たときにですね、最初は音楽大学に通ってる人が入るのかなとか、音楽のプロが入るのかなと思ってたんですけれども、実はもう8割以上が、一般の社会人の音楽愛好家だったということがありまして、正直そこで我々これ商品にしても十分やっていけるんじゃないかというふうに、考えて商品化に入っていったんですが、実はおかげさまで全くその通りで、非常に裾野の広い部分に、この日本という国には音楽愛好家がいらっしゃると、そういうふうに今感じております。そういうニーズっていうのは、でもそういうご体験からしか学べないっていうか、つかめないでしょうね。マーケティングデータとか見てても全然出てこなくて、そうですそういう意味よではね。本当にお客様から教えていただいたと、本当にありがたいことだなというふうに思ってますね。今でもこの地域がですね、どん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 広がってる感じがするんですけども、これはい。今、関東地域が大体中心なんでしょうか。そうですね。現在は先ほど申し上げたように、やはり東京23区が中心です。ただ、先ほど申し上げたように、入居される方っていうのは、音楽愛好家の20代から40代の社会人という方が、もう7割、8割以上ですので、ある意味、地域は選びません。家賃のバランスがしっかり、取れるところであれば、どこでも、成立できるというぐらいに私ども考えています。ですから、今後は、地方の都市等でも、入居者のニーズというのは確実にあると思いますので、そういったことも、今日この番組もご覧になっている地方の私ども同業の方がいらっしゃると思いますので、ぜひご活用いただきたいな、そういうシステムのようなものも考えているところ。例えば、この地域以外でやりたいって方がいらっしゃる場合には、その地域の建設会社と手を組んで仕事を進めることを考えてらっしゃるんでそうすか？ですね。実はこの3月、1月から3月にかけて、完成見学会というのを催しております。今年出来上がったもう新築ピカピカの、これから入居するよと、いうような建物を見ていただくんですけども、そこにはですね、結構名古屋ですとか、福岡ですとか、大阪もあったかな。地方からの、見学者の方もいらっしゃったりして、この音楽マンションというコンセプトへの興味というのは非常に高いというふうに感じておりますので、ぜひご一緒にやっていただけるような会社の方ですね、いらしたいなというふうに思っております。どうしても建設業界って一社一社で孤立化しやすいですよね。はい。自社のノウハウをですね、自社だけでやって狭い範囲でやろうとしてるんですけど、社長はそういったお考えじゃなくて、広くいろんな会社と手を組んでやろうっていう。そうですね。私どもが積み上げてきたノウハウの中でもちろん、公開できないものも、中にはあるんですけれども、ただ、いろいろものの考え方とか、そういったものは逆に、地方ならではあるべき姿というのは、当然あると思いますので、ですから、良いところを持ち寄ってということだと思うんですね。例えば、今、音楽マンションの話ずっとしてくださってますけれども、私どももゼネコンですから、例えば、病院の改修工事のお話をいただいたといったときに、やっぱり高木社長の素晴らしい技術というものを生かさせていただきながら、全体としてしっかり工程を管理していくような技術は、私ども独自のものを生かして、これをまさに、
ミックスしてですね、お客様のニーズにしっかり応えていくということが、多分可能なんだろうというふうに思うので、まあ、そういう意味では非常に、まあ、基本的にはオープンマインドでやっていきたいなというふうに思っております。その考え方ってすごくこれから大事だと思うんですよね。いや、もう本当そうですよ。もう我々中小企業は、やっぱり、オールマイティに全部のことをレベル以上に上げていくって、なかなか難しいんで、やはりこう、それぞれ、工夫をしてきたことをですね、こう、プロジェクトごとにしっかりと、こう、協力し合っていくような、まあ、そういう体制っていうのは、まあ、ぜひね、作っていきたいなというふうに思いますね。そうですよね。この音楽マンションをね、始められて、また次のなんかこう事業の芽をこう作っていこうという考えもあるんですか？第2、第3のこういうコンセプトというか。そうですね。やはり例えば、まあ、何十年ぶりかに金利のある世界ということになってきて、まあ、金利が上昇していくというのは、決して賃貸マンション事業にとってプラスの要素ではないです。まあ、もちろん全体にインフレにこう移行していくというのは、家賃も上がりますから、ある程度バランスする部分がありますが、ただそういうふうにこういろいろ一つの事業にだけ偏ってますと、いろいろ、まあ、その中でのピンチというのも当然訪れてきますので、やはり、まあ、この音楽マンションという事業は、もっともっと深掘りができる事業だとは思っておりますが、まあ、一方で常に、そういった先のこととしてですね、私たちの、技術力とか、培ってきたものが活かせる分野にどうやったら出ていけるかというのは常に考えたいと。やっぱりそういう意味では多角化する、収益の多角化するって考え方が必要だってことですよね。そうですね。まあ、一つに偏ってはいけないってことだと思いますね。なかなかと、こう、多角化というように、こう、いくつものところでっていうのは難しいと思いますけども、今、ある程度、こう、柱になっているものがある中でもって、もう一つ、二つ、その柱がしっかりしているうちに、こう、芽を作っていき、それをだんだん太くしていくみたいな、まあ、そういう作業っていうのは、まあ、なんていうんでしょうね、こう、頭で考える、なんかこう、手を動かしていくレベルのところでもいいから、やっておくっていうことが、お客様からその時に何かの瞬間に教えてもらうことにこう反応できるっていうような、まあ、そういうこう瞬発力が出るかなというふうに、そんなふうに考えてます。今、我々の業界、人手不足で皆さん、どこでも苦しんでると思うんですはい。ね。先ほど社長がおっしゃったような、もう会社の枠を超えたこの提携、協力関係を取るということも一つ、それ大きな対策になりますし、社長のところでも結構若い社員の方の入社が安定的にあるってお聞きしたんで、それそうもですね。やっぱりこう音楽マンションに絡むというか、そういう新しいコンセプトの仕事をしていることに対して、興味を持たれて来られるんでしょうか。そうですね。確かにこう、私ども本当にセコーダカにしても、規模にしても大きな会社ではありませんが、やっぱりそこでこう限られた文章等に、何か彼らが引っかかるようなものが書かれてるっていうのは大事なことだと思うんですが、その時に音楽マンションなんて書かれてて、で、ネットとか調べるとなんか結構面白いことが出てきてとかですね、私どものマーケティングスタッフの方で、自ら出演してくれてですね、そういった音楽マンションのプロモーションビデオを作ったりとか、そんなこともやってるんで、ですからそういうこう、トータルに見ていただいた中で、まあ、こう、活力のある会社かなっていうふうに思っていただけるように、そういう努力はしてるつもりではなんかこう一般的な建設会社のイメージとちょっと違う感じしますよね、ホームページなんか。そうですか。ちょっとそうかもわからないですけども、伝統のある会社ですから、もう典型的な建設会社ってイメージ持ちやすいですけど、全然違いますよね。いやというか、まあ、僕自身、技術職ではないし、まあ、私どもの、会社の基礎というか、ベースを形作る技術っていうのは、これはもう専門の、人たちがしっかりとやってくれてるっていう大前提で、まあ、私自身はできるだけこうそこでやれないこととかやらないことを仕掛けていくってことが大事かなと、まあ、ある意味落ち穂拾いみたいなところでもあるんですけれども、まあ、僕も社長になって、1991年になりましたので、もう33年目になりますけれども、4年目かになりますけれども、まあ、常にずっとそういうふうにやってきてる中で、なんとなく今の形になってきちゃったかなという気がします。なるほど。
これ、お話聞いてですね、非常にその建築技術的な面もさ、素晴らしいと思うんですけども、お客さんに対するコンサルティング能力がすごく高く必要な仕事ですよね。まあそうですね。コンサルティングというような、こう、言葉からなんとなくこう教えるとか、上からっていうみたいな感じがするんですけど、まあ、私どもが心がけてるのは、やっぱりお客様にこう伴走するっていうんでしょうか。こう、寄り添いながらお客様のニーズを伺っていく。で、お客様と同じ方向を見ながら、その先に入居者が、の方がいらっしゃる。で、入居者の方のニーズとかっていうのは私どもは専門的なことでいろいろ研究している部分があるので、それをお客様に語りかけるみたいなですね。まあ、そういう感じですね。今、東京都内で、非常にその土地を有効活用されるって方、結構いらっしゃると思いますけども、地方の方でもですね、どういうものを建ったらいいんだろうかって迷ってらっしゃる方もいっぱいいるんじゃないかと思うんですよね。そうですね。確かにですね、東京だから、このコンセプトが成り立つとかっていうのでは、実は決してないと思ってまして、東京の本当に都心3区とか、そういうところですと、むしろ賃貸マンションよりも、もっといい、効率のいい、稼げるものってあると思うんですね。で、やっぱり住宅系って、もう少しこう広がる範囲の中にあるんですけれども、で、さらにその中でも駅から遠いとかそういう場所っていうのは、これ今やっぱりどうしたらいいんだろうって東京都内でも思ってる方多いぐらいなんですね。で、その時にやっぱりこう、音楽マンションに限らないと思うんですけれども、コンセプトのはっきりした、しっかりと、逆に言えばお客様をちゃんとこう見据えている企画っていうのが、やっぱりそこで生きてくるんだろうと思ってまして、まあ、私どももそこを磨いていきたいなというふうに思います。もう最後になりますけども、社長からですね、ぜひこのチャンネル見てる方にですね、ちょっとメッセージをいただければなと。そうですか。私どもの会社は、まあ、東京のどちらかといえば、周辺区にあります、地域の総合建設会社です。で、まあ今までは本当に観光庁の仕事と、民間のお得意先の仕事を交互に、なんとか、景気のいい時悪い時、こなしながらやってきた会社ですけれども、やはりその中で、少しでも自分たちの、蓄積してきたものを、お客様に高く評価していただけるものは何なんだろうというふうに考えて、まあ、今に至っております。まあ、ですから、その音楽マンションということを今日は随分こうフューチャーしてお話を聞いていただきましたけれども、実はその基礎にはこれまで培ってきた技術力ということがあって、初めていろんなことができているということですので、そういう意味では、可能性というのは、私たちもまだまだ音楽マンション以外にもあると思ってますし、先ほど高木社長からもお話がありましたように、そういった形でいろんないい部分をお互いに共有しながらできるような仕組みができたら本当にいいと思います。大変、いろんなものも上がってますし、金利も上がりますし、非常に厳しい状況がまた続くんだろうと思いますが、ご一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。テレビ、このチャンネル見てる皆さん、ぜひ、星野社長にどんどん連絡をしていただいて、チームワークを組んでいただければと思います。渋谷クロス FM でパーソナリティとか変なこともいっぱいやってますので、Facebook とか、なんかそういうので調べて、コンタクト取っていただければと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。大谷さん、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。